AK 二次面接だからお前は落ちるんだ。どうして合格点取れないのかっていうとですね、説明していきたいと思います。それが出る可能性あります。型を覚えるのは大事ですよ。型を覚えるのは大事だけど、さあ、始まりました。もてチャンネル。さあ、今回はですね、AK 二次面接だからお前は落ちるんだ、受かるためにこれをやれっていうのをやってみたいと思います。まあもうね、AK 面接に関してはたくさん動画出しておりますから、毎回この時期に来るたびにいろいろとアドバイスをしています。それぞれの級のやつも出ておりますが、先週と今週で、まあ高校に行って模擬面接とかやったりとかね、面接の講座やってきたんですけども、まあやっぱね、分かってない人が多すぎる。AK 面接ってこんなに取れないんだなっていうのはよくわかります。ただ、大学入試で使われるようになったので、高得点を取ってくる人もむちゃくちゃ増えました。もう日東駒線とかに出願してる人たちの平均点もすごく高い。やっぱ大学受験になったらもう本気でやるんだね。ガチ勢になってくるんですけど、それでもまだそんなに難しくなってないんですよ、英検の面接って。なぜか、できない人もむちゃくちゃ多いからですね。でも英語喋れないんです。もうそんなレベルじゃないです。合格できない人たちっていうのは喋れるか喋れないかっていうレベルではありません。それ以前の問題なんですよ。1級はさすがにないけど、で合格してる人たち準1級までだったら英語スラスラ喋れますなんてほぼいないですね。それは自分の教え子たち見てても分かるわけですよ。そんなペラペラ喋れればしないけれども、高得点取ってくるわけです。それにはちゃんと理由がある。なので、どうして合格点取れないのかっていうのをですね、説明していきたいと思います。まず一番多いと思われるものですね、質問が聞き取れない。喋る以前の問題ですよ。リスニング無理ですっていうのね。で、リスニング無理ですのレベルも、発音が無理なんですよとかじゃなくて、そもそも単語知らなすぎです。単語わかんないでやってる人、なんとかしましょう。まあちょっと前日とか当日にこの動画見てたら、やばいかーみたいなね、もう無理ってなっちゃう人もいるかもしれないんですけど、まあそれもあってちょっと早めに出したんですけど、この動画。まず聞き取れなくて、もう無言になっちゃってるって人いっぱいいますね。ダメです。まず聞けるようになること、これが大事。そのためには表現を知る。もう表現知る時間なんかないです。じゃあ、過去問研究です。過去問と同じパターンの問題いっぱい出てますね。もちろん変わってたりしますよ。でも同じパターンのものがいっぱいありますから、そのパターンをちゃんと研究してください。これはどの級にも言えます。で、あとはライティング。ライティングのトピックですね。同じのいっぱい出てくるから、ライティングのトピック見て、この単語知らないとか、このトピック何？これ聞かれたらどうやって答えればいいかなって思ったあなた、そうです。それが出る可能性あります。やっぱ過去問もとにかくね、チェックしてない人が多すぎる。頑張ってね、学校とかで過去問あるんだったら昔の書き集めましょう。違う級のも役に立ちますよ。準2と2級、2級と準1とかね、被る問題はやるからね。続いてダメな理由。答え方を知らないで受けに行ってる。これもめちゃめちゃ多い。なんで調べていかない？英検側は望んだ回答方法っていうのがあるんですよ。あなたにこうやって答えてほしいよ。こうやって答えたら点を上げるよっていうのがあります。それはもう3級だろうと、準2だろうと、2級だろうと、準1級だろうと同じです。決まったパターンがあります。で、それを知らずに受けちゃう人、いっぱいいますね。例えば、書かれてる文章に対しての答え方とかね。もう決まってるじゃないですか。準2級だったら同じ文中の前の部分と照らし合わせて答えを出すとか、2級だったら前の文に書いてあることと照らし合わせて答えを出すとか、あるわけですよ。でもそんなことも知らずにいる人、ほんと多い。だから例えばさ、準2級とか2級とかね、その文に書いてあることから答えを作んなきゃいけないのに、全く違うこと言う人いますよね。もう、オリジナルで回答する人とかね。だから知らないわけ、答え方。だから過去問、チェックしてください。だ先週と今週やった講座で多かったのは、この社会問題について聞かれているのに自分のことを答えちゃう人とかね。これダメですよ。学生たちはこうすべきですかとかっていうのに対して、愛で答えちゃうとかね。こんなん絶対やっちゃダメ。だ答え方をちゃんと調べておかなきゃいけません。だこれも過去問研究ですよ。過去問見なさい。ここでどうやって答えてるか。見てごらんなさい。そこでね、まあこれも他の動画でも喋ってますけど、応答問題だったらちゃんと、準2と2級だったらちゃんと2分言わなきゃダメだよとか、準1級だったら3分言わなきゃダメだよとかってあるんですけど、そういうのも見ていかない人いっぱいいます。絵を描写するときも ね、3級、準2級だったら現在進行形使えるようにしましょう。2級、準1級だったら過去形、過去進行形使えるようにしましょうっていうのがあるわけですよ。調べていかない。模範解答チェックしていかない。それじゃあ無理なんです。では答え方ちゃんと知っていきましょう。
続いて今度はですね、逆に型通りにとにかく答えようとする人、型にはまっちゃってるというか、もうその型で絶対答えなきゃいけないと勘違いしちゃってる人ですね。それはもう英検側は気づいてますから、皆さんがそういう風に、あ、もう裏技で解こうとしてきてるなっていうのは分かってるので、そうじゃないパターンだってあるわけですよ。で、まあ、繋がるわけなんですけど、聞き取れてないわけですよ。聞き取れてないから、自分の習ってきた型に合わせて全部やっちゃおうっていうね、人。これ危険すぎます。例えば、文章に対しての問いであれば、まあ、英検3級だったら Why で聞かれることが多いから、あ、いつものパターン Because でって思ってたら、When とかね、聞かれて、へーみたいなね、全然違うの出てきちゃったよみたいになっちゃうとかね、順2とか2級でもバイプラス NG バイプラス NG っつって覚えてったら How じゃなくて Why とかって聞かれてもうパニックとかね、とにかくバイプラス NG で答えなきゃとかってなっちゃう人ね、います。だからこれも講座やってて、あー、もうそういう方で絶対答えようって思ってるから、あー、こんなむちゃくちゃな回答になるんだなっていう人いっぱいいましたから、型を覚えるのは大事ですよ。型を覚えるのは大事だけれど、それだけで答えるのはダメです。それだけしかできないのはダメです。ちゃんと相手の言ってることを聞いて、それに合わせた回答を出してくださいね。よくね、設問で、応答問題の時ですね、複数があるわけですね。さっきの students とか many people とかっていうのをね、よく出てくるんですよ。過去問見てみてください。よく出てきます。それなのに、回答するときは it is で全部答えるとかね。もういやいや、単数複数合ってないし、人も合ってないじゃんみたいなね。そういうことを考えないで、あ、とにかく it is で答えよう、it is で答えようとかってなっちゃってる人ね。ダメなんです。そう。まあ、型をね、準備したんだろうけどさ、ちゃんと臨機応変にね、合わせてやんなきゃいけないんですよ。これむちゃくちゃ大事ですからね。だから時制とかもそうですよ。未来のことが聞かれて、いるのに現在で答えちゃうとかね、すごくよくあります。ちゃんとやりましょう。型は大事でしょ。本当に型は大事。この型ができてない人がむちゃくちゃ多いんだけど、もう型をがっつり覚えてリスニングしないでっていうね、この人たちやばいですから。でこの3つはつながってるわけなんですよ。聞こえるようになる、型を覚える、型だけではダメだよっていうのはこれね、連動してるわけですよ。ちゃんと聞き取ってそれに合わせて答えなさいってことです。まあ、詳しくは他の動画でちゃんと研究しておいてください。で続いて、とにかくもう無言だったりボソボソしちゃう人、もうこれがね一番ダメ。まだ聞き取れないから無言になっちゃう。まあ、これが多分一番多いと思いますね。あれ、自分の勉強してきた方と違うパターンが出てきちゃった。そして無言になる。もう最悪ですね。で、自信がないからもうボソボソになっちゃう。だってボソボソだったらさ、聞こえないわけでしょ。聞こえなかったら点にならないじゃん。当たり前ですけど、態度点も悪くなっちゃうよ。だから無言だったりボソボソするのは、その設問の点数も低いし態度点も低くなっちゃうから最悪です。で、その時にまあ特に多くの人がなっちゃうのが、え、あれわかんねえ、なんて言ったとかって言っちゃう人、もう日本語も最低。あそこの場ではもう英語しか使わないってちゃんと決めて受験してください。日本語って喋っちゃダメです。これ結構無意識に言っちゃう人もいるんだけど、だから無意識にこうね、ボソボソ喋っちゃうとか、無意識に日本語喋っちゃうって人はもうちゃんと、もうそうならないようにきちんとやりましょうね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。何を喋っていいかわかんないんだよっていう人ね。聞こえるんだよ。聞こえるんだけど答えられないんだよっていう人ね。その人はアイディアだし、覚えておきましょう。はい。アイディアの出し方っていうのも動画出てますから、はい。そちらをちゃんと見ておいて、わかってください。で、それにプラスで、それぞれの級の動画出てますから、それをチェックしておいてください。全部概要欄に貼っときますから、それをやって受験に臨んでください。まあ、聞こえない人はもう一番時間かかっちゃうから、まあ、相当大変なんだけど、まあ、聞こえなくても無言やボソボソにならないように頑張ってください。聞き返しとかね、I beg your pardon でもいいし、sorry でもいいからね、ちゃんと聞き返して。で、分かんなかったも Sorry, I don't know とかですね。もうそれで行くしかないんです。で、これらを知っておくだけでも他の受験生と差つけられますから、知らないで行くのと知っていくのでは全然違うから、はい、きちんとこれを知って実践してください。で、全てのことに言えるのは過去問研究です。ちゃんと過去問見ておきなさい。どういうパターンで、どういう表現で答えるのか、どうやって答えればいいのかっていうのを知っていってください。これを知らない人が多すぎる。だから学校でこれを習って実践してる、塾で習って実践してる、それによって全然違うわけ。やってない人はもうボロボロになっちゃうわけですから、きちんとそれで、ね、知っておいてください。はい、ぜひ面接頑張ってください。 Good luck。 この動画良かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。頑張って。